このビデオではより良い宿題のやり方を紹介します。ポイントはクラスブックやすでに終わった宿題などを見返して、できるだけ自分の力で問題を解こうとすることです。一度このビデオのテクニックを身につけることができれば、自信がつき上達していくでしょう。宿題はレッスンの後 2,3 日経ってからすることが大切です。少し時間が経ってからすることで、もう一度自分で考えることができるからです。レッスンが始まる直前に宿題をするということも問題があります。時間に追われてした宿題は雑に行われてしまうため、たくさんの間違いがあります。十分な時間をとって宿題をするようにしましょう。自分の力だけで解く力を身につけることができれば、宿題が面白く感じられたり役に立っていることがわかるでしょう。じっくり考えることでより理解力が深まり、レッスンの時にもよく発言することができるようになるでしょう。急いで問題を解こうとせず、じっくり考えましょう。いつも同じような答えになるとは限りません。What's it doing? だから、あれ、それは何をしていますか？It's reading じゃない？わからないからといって、お家の人に宿題をやってもらうのはやめましょう。自分の力でやりましょう。わからなければ抜かして、次の週先生に聞きましょう。It's cooking. All right, all right. It's cooking. Cooking. It's cooking. It's... 丁寧に宿題をしましょう。疑問に思うところがあったら、前にやった宿題を見返し、ヒントを探しましょう。
前にあった宿題を見返してもヒントが見つからないときは、クラスブックを見てみましょう。ヒントが見つけられるでしょう。前のクラスブックから問題が出されることもあります。だからこれまでに習った内容を忘れないのです。今使っているクラスブックやホームブックを見ても答えが見つからないときは、前に使っていたクラスブックを見てみましょう。答えが見つかるかもしれません。ノートに書く宿題をするときは、それぞれの問題をよく考えてから書くようにしましょう。Yeah, cats. They are. They. Cats. They are. Cats. They are cats.何を書くかをよく考えてからノートに書くと、間違いが減り、またレッスンでの内容もよくわかるようになります。Kangaroos. All right, nice job. Yes. Do you want a star or a flower? Star, please. Okay. Yay! All right. このビデオで紹介したテクニックをぜひ実践してみてください。この宿題のやり方がただ大切で役に立つというだけではなく、とても楽しいということを実感してもらいたいと思います。ただ単に言葉を書き並べていた宿題が楽しめるパズルへと変わるでしょう。やー、やったー。